どうも、トモハッピーです。どうも、森勝です。はい、ということでね、今日は森勝こと森勝弘くんと基本セット2020のシールド対戦やっていきます。負けたら引退です。負けたら引退、よく言うやん、それまあ引退してもね、復帰したかったら復帰すればいいんで、それを置いといて、はい、このね、もう僕らすでにデッキ今回組んであります。はい、あります。で、このデッキ構築の模様は、まあ、みっちりね、解説しながら2人ともね、組んでるんで、僕ともハッピーのチャンネルの方でね、昨日上がった動画、まだの方はぜひご覧ください。どう？デッキはどんな感じ？まあ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 、これもね、まあまあやり直せるなら、やり直してもいいかなぐらい、パック引き直せるなら引き直してもいいかなぐらい。何回も組んだ方が楽しいってのもあるしね。まあそうなんだまあでもこれで、これでもいいかなぐらい。まあ、別にグランプリでこれ引いて俺も別に全然初日は抜けれるかなっていう感じのデッキではあるけど、全勝とかはちょっときついかなっていう。まあ全勝できるデッキなんて想像組めないから。まあね、結構全勝できるデッキだって思って7-2だったこととか何回もあるしね。まあそう、みんなもうね、最後勝っていくと上位いくとみんなデッキ強いんだよね、結構ね、シールドってね、デッキもプレイヤーも強かったりするから。まあそんな中、7-2以上、初日抜け以上を目指して組む練習をね、今回もうめっちゃバンバンしてるもんね、森勝ね。まあ多分50回目ぐらいだね、これで。そう、それでね、ノートでね、有料記事とかも書いてるんで、シールド戦の、よかったらぜひチェックしてみてください。はい。何回目？ね、3回目ぐらいでしょ。3回目だプレリリース前回のハレリアコンバット、まあやっていきますか。やっていきますか。はい。まあ引退かけてやりますもん。俺は別何もかけないけど、うん、はい、じゃあお願いします。お願いします。9 2 2。じゃあ先攻で。はい、じゃあ後手で。結構ね、シールド戦っていえば後手をね選ぶ人もいるもんね。前はシールドが長引きやすくて後手で事故んない方がいいっていう感じだった。今は結構先手の場合も多いからね。軽い接種とかね、除去とか多い環境だと後手でも依然としていいんだけど、この環境はないもんね。シールド戦に効果があるからね。あ、そうだね、それがね、一番大きい。これキープです。まあ、あんまり強くないけど、手山の丸いし、まあ、ギリギリキープで。はい、全く言うことなくキープ。はい、はい、頑張ります。これ以上ないキープします。なるほど。ドロー、青黒タップインで1点回復して終わり、うん、色バレちゃうよ。青黒か、ダメ。黒かよ。最強のドロフリーズマインド。ちょっと昔置きやめて、昔置き昔置きやめて、現代ではもうこっちでね、はい、そう20年前からタイムアップしてきちゃったドロ。まあいいんだけどね、そうやって置くのは全然カジュアルでもありなんだけど、ちょっと動画的に前で行こう。はい、はい、大都市のスプライト、はい、森マナを好きに変えれるプリズマイト君、はい、あえて土地を置いてから殴ってきたな。俺は2色しか持ってないから3色目潰せるかもよみたいな感じでしょ。3マナないとプラニープラニーエンチャントとか、うん、あーそっかそっかそっ か、プラニープラニーの瞬速オーラね。そうそう、された方が相手嫌なんだ。あれは強いよな。ブロック別にオーラいいや。はい、はい、2マナタップいけにやってるでしょ今日。ドロー、3マナ雲族の予見者、はい、うわ強い。ドロー、基本的なカードはね、優秀な子も終わり。トップコモンかもしれない。トップコモンだね、めっちゃ強い。種族がエレメンタルなのかな、また強い。いいね。うわ、いらねえ。お、狼の金属だ。狼の金属だ。はいはいはい、トークンが出る装備品、22だよね。22に11の装備で、あ、で、1体2下ブロックされなくなる。 OK、 終わり。青黒か、ドロー強えな。え、青黒になってる場合は強いみたいなの、うん、
青黒青みのあるかもね、うん、青黒青みの赤白は強いあるかもしれない。あと青赤ダックおはようございます。飛行で2点、セットして、うん、基本土地のリッチうわ強い。出た時カードを捨てます。強い。後手で打つ暇がそうだからカウンター捨てよう、はい、ドローします。で終わりです。うわこいつきついな。きつい。苦しくない。はい、そうします。18、はい、スケグサのサソリお弱いまあでもこれ止まる。悪い。確かにドロー。ダック殺しとこう。殺しときます。グレーブディガー、はい、うわーすげー。クモ族の余計な回収、はい、終わりです。すげいやらしい。いやらしいよ。サソリいるし、ブロックが使おう。ブロック、はい、はい、装備して、はい、終わり。2マナ3マナ3マナ、オッケー。2-2ドロー、はい、ブレイブディガーでアタック。ブロックします。はい、ダメージ前にブロック、オッケー、はい、結構シールドでは珍しいカードをちょっとスタイルが足りなかった。骨まといの手術師、はい、出たとき墓地追放、はい、墓地追放して2-2、はい、終わりです。こんなのでケントロールズの治療者、はい、終わりかさ。よろしくお願いします。厳しいなこれ。出たさが蜘蛛族の検証してドロー、はい。キバの魔術師、はい、終わりです。通します。はい、通します。はい、通します。14、はい、例えば2万、はい、ロ例えばアタック通します。はい、ガス5点、大気の精霊、はい、終わり。つえ44飛行手配、はい、はい、スルー。4点10。おいばらの系バレーだったら5枚公開してこっちカードを1枚返上に出す。はい、残りは落とし、はい、落ちない。え、マジで最悪。残り落ち落ち。死亡した時こっちの回収能力か、うん、え、到達じゃん。でも、うん、終わり。落ちないの失礼。到達やばいね。こっち欲しかった。やろう、うん、全員でアタック。炭酸2体出して終わり。1人、そんないる？テイクアップ？いや、カウンターされたから。ああ、はい、おいし。はい、する6。次のゲームに移る前に墓地を見ておくってね。シールドあるある。これ流すのは魂回収。回収対象がリッチとグレーブディガー。気に気に、うん、オッケーアタック。はい、じゃあ6点、はい、3点。そう、苦しめる吸引でプレイヤー3点取れ、はい、よし引退リーチかかった。今回はこの2枚サイドインしました。どっちもあの出来には強そうな感じ。
願いします。お願いします。今回さっきより手札強い。ちょっとキープで。さっきほどじゃない。けど全然余裕キープ。はい。おり。お。お湯のカバン。これもね、後手だとちょっと回す暇ないよね、あんまりね。いや、そんなことない。今の中で。先手の方がいいよね、でもね。先手の方がいいね。はい、1点回復タップイン。はい。終わり。同じ。はい。取ろう。うん、攻めてくよ。攻めてくよ。大都市のスプライト。はい、おで。移動します。はい。なんだろう。はい、どうぞ。カバンに。強い。センターロスの終了者、はい、ドロー、はい、おー強っ、ストライト1点当たる、3マナで基本都市のリッチ、うぜしまってます、強い、ドローします、はい、終わり、強い、フリーズファイト、はい、終わり、出た、フリーズファイト、ドロー、フライトでアタックしてパンプします。はい。出ます、島を置いて3マナで蜘蛛族の予見者、はい、プロ、はい、終わりです、はい、行くぞ、はい、キニ、はい、
殴るか。殴ります。はい。殴りました。あ、これだってエアエレブロックするしかないから。これ2点。あ、これ違うやつじゃん。2点飛ばすくんだと思ってた俺。何だったんださっきの会話。ディスフィギュア見栄えは損ない。あ、そっか強化。OK、 3点。セット終わり。はい、はい、詰めよう。ライフがタウネスの合計とライフ入れ替え可能。11、16、22になります。はい、よ、やばすぎ、やばすぎ。もうカバンで負けだな、これ。ペナルタ不正。サンサントーク2体。はい、サンタップドロー予言タコ。はい、最初に両方した終わり。はい、この状況を解決するカードなんてめったんないからね。そうね。まあ、しかしエメタル、はい、こうか。やば、出します。まだワンチャンあるな。はい、まだワンチャンドロー。お、考えなしてもこいつにつけるからね。はい、2枚目、金縛り。はい、終わり。連続なします。はい、やばいやばい。まだワンチャンあるね。あ、ワンチャンあるね。うん、厳しいと思うけど、山札で勝てる可能性ある。俺これ茨の騎兵2回出したからさ、山札残り8枚しかない。そうだね。はい、ダブルブロック、はい、アンプ、はい、ドロー。お、中傷からの抽出。はい、それカウントします。 OK、 終わり。それはまずい、やばいよね。リグ、うん、時を超えた探索の4万の固定版。はい、1トーク。プリズマイト込みで2体出ちゃうな、1体に。やばいな。え、これもうあるから。あ、そっかそっか、2枚白もなの。あ、これもないや。うん、サクリ。はい、まだ分からんよ。全部トップ強ければ耐えれる。終わり。はい、どうぞ。21もあるからね。でしょう。接しが強いのはリッちゃんだ。リッチ、リッチくんが強い。リッチくんが、これ接し強いもん。こいつで本当はね、武装して誰よりもでかいこいつでいける。はい、ロック。はい、ドロー。あ、ほぼしみ出した。見た、回収だ。回収するか、さすがに。こいつがタフ号だから回収しよう。回収して引いてこう。はい、ウィッチがやられた後に取っときたいっちゃ。はい、魂回収。はい、オッケー。大気の精霊と蜘蛛族の予見者。オッケー、回収。はい、セットして大気の精霊。オッケー、終わり。見て、ワンチャン。はい、飛行で殴れる、普通に。22もある。蜘蛛もいるか。はい、5、まず3体ですね。とりあえずドローか。ドロー。オッケー。まず不確定情報から。お、まさかのライバルリという負けパターンがある。雲に打ちます。はい、3点。はい、殴ろう。はい、4点。取れます。18。終わり。4の2。はい。オッケー。うわぁ、やばい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 、やば全般全般返しで勝てないかな俺。9、13、18あるから。はい、9点。 OK、 15。はい、1で、はい、1で、はい、終わり。
で殺せるわけないやん。青黒で出たって。いいじゃないですか。15か。まだいくな。グレイブディガー、はい、リッチ、はい、どうぞ。リッチ出して、リッチ回収出して、大胆です。どう捨てました。はい、ドロー、はい、はい、大丈夫、はい、やばい、やばすぎ。結構ゴム量やばいやん。ただ森勝もライブラリー削ったら勝てる。次のさ削れればね、うん、削れれば。青黒だから、青黒といえば山札を削る色。一つ殺さないと未来ないって気持ち。こっちでしょ、厳しい。はい、ブロック。10点。はい、10点、5。じゃあこいつのハンコンで6、はい、やばいよ。やばい、特に1点の部分、うん、1体でいいの、うん、はい、やばいじゃん。そいつ2枚強っ、うん、はい、ここに6でしょ、6、うん、超回復。あー、負けたー。そこしかない。3本目、はい、これ抜いて、これ入れて押します。やっていきます。はい、それでは大丈夫そう。お願いします。はい、先手タモハッピー、キープ、キープ、セクシー、終わり、島終わり。うん、お、お、よかった。なんで、テンポ関係ない。終わり、沼出して終わり。強く、良き出し、良き打って、はい、3枚、はい、見て、これは手札に見せなくていい、見なくていい、はい、はい、で、2枚下、はい、どうぞ。アンタップして、ドローします。はい、大胆なんですと、攻撃するたび1点失って、ワンドロー。あー、うざい、これうざい、それ超うざい、強く。まあまあ、だからね、プリズマイとか強かったらさ、ハメが、あ、ハメ率が減ったら、まあ、ワンドローはできる。はい、着実なアドバンテージ、3ターン目でると強いよね。うん、はい、アタックします。ドローします。アタックしていい、そう、はい、どうぞ。アタックします。1点失ってワンドロー。はい、ブロックはどうしましょう。ブロックしていい、うん、ブロックいいよ。はい、行きます。リッチ、はい、強い。夜勤刃をビスターを強い。ドロー、はい、セットして終わり。こんだけど、はい、リッチ強いな。なにこれ、こんなん入れんの。うん、青黒には強いから。多用途の鍵。あー、そっかそっか、ブロックされなくする能力で使うの。はい、どうぞ。なるほど、ブロック凄まじい手札。どうするかは迷うけど、凄まじい。殴るか、引き返し殴るか。3点打ちます。うん、3点回復、アタック、はい、1点与えて1点回復、はい、で、ワンドロー、まずワンドロー、ワンドローして1枚捨てます。グレーブディガー捨てます。はい、終わり、贅沢。こんな強いカード捨てる、相当で、あの強そうじゃん。ね、勘弁してる。22が立たないことは多いから、まあでも、ディガー出しても。手札5枚もあって、グレイブディガー捨てたの初めてだ。やば。やばい。ハンド、絶対やれみたいな持ってる。結構強いよね、ハンドね。はい、強いでしょ、それ。グレイブディガー捨てるって。きつっ。はい、こっちを引かないと。追放、これ、そうか。あ、次。はい。やったじゃん。色同じ凝ってるから、これアタック、うん、はい、1点アタック、絶対エレメンタルだ。この骨まといの手術師、はい、さっき残したやつ、終わり。ゾンビ、あ、ゾンビがあった。最近フルアートになったトークン、ね、
こう久々に真剣な感じのハレリアコンバットを持ってたこれ世界チャンピオン対プロツアーチャンピオンだからね、一応ね、大昔だけど一応すぎるでしょ。ライバル対決だからね。はい、はい、マントアップドロー。あ、これアントップしないよ。予言タコ、はい、予言タコ、はい、嫌いじゃない、嫌いじゃない。1枚上、1枚下で、はい、終わりです。なんか怖い。あー、きつい。ステロクソドンの可能性ない。あ、無理無理、土地がないから。あ、そっか。アンタップドロー。これね、活躍してほしかったんだけどね。で、次はね、飛行でアタック。ありました、ありがとうございました。森勝博引退決定。強っ、デッキ。3色の弱みが出た、色事故で。でも弱いしね、俺のデッキ。3色の割れが出た。じゃあ序盤白人だったからね。まあカバンあったらキープは強いしね。でも最初その取れるわけじゃない。何点は取っちゃうデッキ。75点ぐらいじゃん。75点。そうでもないっちゃそうでもないのか。まあまあでも初日抜けれそうだよね。うん、抜けれそうだね。これはそんなに入んないけど、青緑、これ状況か。青緑タッチ白。まあでも一応攻めれるし、長期戦もやるか。もらっても別に。もらうのちょっとやだな、これは。やだ。24がなさすぎて、マナカーブ伸びない。使ってみたら下がった。もらってもいいと思ったけど、ゴマナイコー強いね。ゴマナイコー強い。緑を3色だけど要求されるのが。そうそうそう。若干きついけど。あの、ここにマナエルフと、マナ、出すやつあるじゃん、ゼロ三。マナエルフ。エレメンタル。確かに俺もこれだったら自分のデッキの方が使いたいわ。いや、そうでしょ。超まとまってるやん、だって、ね、こっち頑張ってる、頑張ってるだけだ。頑張ってるよ。だってここ見て、これなかったらゴミよ、このデッキ。これ、2枚2枚なかったらそうそれはきつい。まあ、俺デッキ65点くらいだよ。そうかもしれない。平均よりはまあいいかなっていう。いや、平均より良くないよ、平均の方がいい。平均50としてじゃなくて。あ、そういうこと。うん、いや、平均とかなくて100点満点で。
きついよ、これじゃ勝てない弱い、平均より弱い、うん、これより、やってたらこれより強い時が多い、うん、そうだ、これがもう一枚あるとこだったら平均よりよくなる、これなんか俺の、なんか入れた方がいいの、これってまあ、俺だったらこれじゃなくてこれ入れるぐらいだね、これあんま強くないから、あ、これね、結構悪いし、うん、これじゃなくて、これ売りがなかったら、まあ、アドバンテージ十分あるからテンポ崩す、テンポ悪くなるようなカードを減らそうみたいな感じで、うん、これあ、こっち入れる、うん、はい、それも別にそんな強くはないんだけど、うん、まあ、そんなとこないな、攻めるデッキだからいいと思うよ、攻めれるデッキだからこれ攻めてる時いらないかなと思ったんだけど、全部アンス攻めてる時さ、なんかゲームリセットするようなカードで、まあ、でも打った時にここら辺のやつ戻って嬉しくもあるから、ここら辺戻って、はい、結構多いよね、出た時クリーチャー、スリッチでもいいし、なんか相手も結構こういうのを環境的に使うかなと思って、うん、相手もそういうクリーチャーそうだなと思って入れなかった、なんかリスキーだから、あと押してる時押し勝ちタイム、これはね、あんまり活躍しないから、はい、超強いよ、そっちデッキ超強い、75点だじゃん、いや75点ってだいぶ高得点だ、そうなの、90、100はもうない、出ない、100出ない前提で、え、一番強いデッキが何点ぐらい計算、90点そう、90点ぐらい100点満点でもめっちゃ強い、これがもし、はい、サマナの飛行の2枚引く2マナで2枚ドロー、あー、それの方がいいね、全然いい、あれだと超やばいけど、あれだと超安定して序盤からアド取るから、うん、あれそう、あれないなって構築中言ってたんだよね、うん、あれがあったら、あれ2枚とかあってこれ変わったらもうめちゃくちゃいいよね、やばいね、除去もあるし、すぎるアドもあるし、うん、でも十分、あ、翼ある言葉だっけ、あれ十分平均よりは強い、さすがにそのデッキ、お、むしろ欲しいね、そのパック欲しいね、はい、ってことで対戦とね、デッキのちょっと感想語りみたいなコンバットでは珍しいパターンやってきました、考察ね、そう、感想戦、考察、皆さんね、ドラフトももちろん大事なんですけど、まずは初日みんながねシールドやるんで、 GP 千葉やる方はねぜひこのコンバットとか、これのね構築をやってるトマッピーチャンネルのシールド構築の動画とか、あとはね森勝の有料記事ノートもねぜひチェックよろしくお願いします、お願いします、はい、概要欄の Twitter からチェックしてみてください、はい、はい、もしこの動画が面白かったっていう方はぜひチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いします、今日は僕、トマハッピーと森勝でした、ご視聴ありがとうございました。